噛み出してるわ、ほんまに。うまいな。うん、めっちゃうまそうやん、このイクラ。めっちゃテカテカしてるな。どうも、お魚ハンター柴です。そのパタパタはないよ。魚をイメージしてんけど、ちょっとちゃうかった？なんか渡り鳥っぽかったけど。渡りだ。まあ、魚を食うという意味では渡り鳥でもいいかもしれん。おうほうほう、狩る方やから。ということで今日はですね、激安でボリュームのある海鮮丼が食べれるお店があるということでね、早速ハンティングに来ましたということでね、こちら見て、魚の定食海鮮丼まんまやんか。せやろ、けどな、ここはな、サクッといってパッと食べてサッと帰るご家族向けのお得なメニューもあります。体の免疫力を高める魚が三密状態、体の家族の体を考えた時短定食。費用一口で言ったな。一口で息切れる、息切れる。行こう行こう、サクッと行こう。サクッと言ってな、あれ、ああいう風に書いてすごい優しく思えろ。うん、それな、回転率高めたいだけや。こらこらそれは嘘です。思いやりやからな。ということでね、今日行くのは生しらす丼、海鮮丼、魚の定食、こたやさんね。ということで行きましょう。すごいな、これテトラ置いた。これテトラポットね、芝ポットちゃう。なんでやねん。ちょっとなんか太った子のなんか感じにも見えることもないけど、もう行くよ。めっちゃうまそうじゃない。お、うまや。やろ、どれ食おうかな。やっぱこれでしょ、豪華はみ出し海鮮丼。豪華はみ出ししま、確かにはみ出してんな。せやけど豪華さが足りひんわ。何やそれ、お前何やそれ。もういいわ、行くわ。ほいほい、ということで豪華な海鮮丼食べましょうって言ったんやけど、ちょっとどれが豪華なんか分からへんねんけど、それでもぜひとも食べてほしいって言われたんは、うん、この10食限定の豪快はみ出し海鮮丼、これが980円、めちゃめちゃコスパいいねん。お得やね。うん、まずこれ1個頼むのと、あと何しようかな。基本的に全部安いねんけど。ほんまやな、安いな。うん、安い。何しよう、迷うな。ということで整いました。整った。整いました、やっと。まあお楽しみで。お楽しみか言うてくれへんのかここで。ということでやってきました、こちらです。こちらが980円のはみ出す海鮮丼。はみ出しやけど、はみ出しか、はみ出し、言葉って難しいな。けどはみ出してるわ、ほんまに。うまいな。うん、でこれが天ぷらね、天ぷらセット。あ、天ぷらセット。うん、これはあの980円ちゃうねんけどな。ああ、プラスつけんねんね。プラスプラス、ほんでこれね、赤だしに、でこれがサービスのマグロ。おお、サービスつくんや。で、たくあんに、これがイクラサーモン丼に、でこっちはしらすのセットということで。めっちゃうまそうやん、このイクラ。めっちゃテカテカしてるなあ。テカりすぎ注意やで。ということでいただきます。戦闘態勢を整えて脱ぐんや。毛が熱いんやんけ。お醤油。僕はこれほんま邪道らしい。あ、そっちで作るの。うん、けど僕はこっち派。これがいいよね。でもこれいいよね、作ってかけんの。僕もこっち派かな、どっちかといえば。いただきます。エビ。おいしい。おいしい、うん、それは間違いないだろ、はみ出してるもんだって、だってイカでしょ、でマグロでしょ、タイでしょ、サーモンでしょ、でブリでしょ、うん、このような味がついてるらしい。おー、なるほど。タコやな、タコやな、これ多分。天ぷらセット頼まなあかんで。天ぷらセットの方がいい。うん、なんでかっていうと、この海鮮やったらやっぱり油がさ、足りへんやん。結局油か。自然の油やろ。良質なね。それを人工的な油も足していくの。ほらほら、そんなことするな。おいしい、これ安いね。これ980円やもんな、まあこれだけにはちゃうねんけどさ、980円のやつは。でもネタがいっぱい入ってるから。そうやな、しらすも入ってね。そうやで、ほら
うん、うん、あうまっ。タイってさ、うん、すごい淡白ですごい美味しいやん。美味しいで、カロリーないと思うやろ、うん、タイってめっちゃカロリーあるらしい。なんで油がな、僕らあっさりそっち感じてないけど結構油が入ってるらしい。あ、そうなんや、うん、タイの中に。うん、へえ。ほんまかどうか知らんの。またグーグル先生調べとくわ後で、うん、じゃあいくらも食べていこうよ。あ、いくらね。うん、これちょっとそのまんまいくわ。醤油かけんとどんなもんか、うん、このままがいい。味ついてんの。もちろん。いくらでさ味ついてなかったさ食べれないよ。これ味ついてなかったら生臭くて食べれないよ。塩なり醤油なり味付けないと食べれないよ。んなことないやろ。分かった。ほんとな、うん、すじこ生でかじらっしゃる。おうおう。でそれ感想を同じこと言えるか。おう、やってみてください。うわ豪華。うわめっちゃこぼれていってるやん、うん、これすごい。サーモン結構これ分厚いんちゃう、うん、めっちゃ脂乗っててうまい。これはちょっとここからお醤油の出番いきます。こういってこうやって、こうやって。うわでも硬いからさ、いくら。え、そっちのご飯行くんかい。もったいない。こっちのご飯がね、うん、これをおかずに丼食える、うんうん、確かにいけそうな気がせんでもないけど、うんうん、貧乏症やから、うん、こんだけいくらあったらこれの3倍米いけるから。おほほほほほ、うん、確かに俺もそうなるはずや、うんうん、でここにマグロを足して、おほで、さらにここに乗せていこう。乗せていく。うわ超豪華や。また復活したい。そうやで。これは結構ご飯入ってていいよ。おお、うん、これってさ、うん、気になるんやけど、うん、酢飯。酢飯。あ、これは酢飯なんやね、うん、酢飯やけど、うん、そんなにあの癖のない、あ、うん、あっさりした酢飯、うんうんうん、でご飯もあの熱くないから、うん、海鮮が逃げへんから、あ、ゆっくり食べれる、うん、ゆっくり食べれる。うお、うん、頭が頭食うてる。それはちゃうやろ。いや一番のメインいってもた。ごめん分かってない。今日の一番のメインこっちやで。あ、こっち、うん、これめっちゃうまい。めっちゃうまい。これはやっぱりな、卵やんな。うん、卵、卵に卵やん、うん、このコラボがめちゃめちゃ美味しい、ね、あ、海の卵と陸の卵ね、うんうん、イクラの塩分とかをこの全てマイルドにしてコクをさらに出すで、イクラの中のこの旨味とここの旨味が違う旨味や、うん、それがコラボってめっちゃうまい。へえ、そんな食べ方したことない、うん、うまい。このこぼれたイクラは、うん、食べる派、そのまま待ちする派、うん、食べるに決まってんの。この置いて帰る人おんの。いや一応落ちてるから思って食べへん人多いかもしれんやん。食べるよ。うちは3分ぐらいね。3分えらい長ない。それ3秒やろ。それ普通3分やったらさ、うん、あのもう落ちた時にはもうすぐに遅しよ。だから僕はあのルール改定して3分ですよ。だから芝家やる3分ね、うん、要はあの大手どころでいう賞味期限の改善、あの改ざんみたいなもんや。ああ、そういうことね、うんうん、大手もやってるから大丈夫。そんな問題か。フランでやってるかどうか。先わさびで行きそうなっとったやろ。うん、今日全然インパクトが足りんかった。なんでかわかる。なんで。昨日のを見てるから。こら、やめとけ。やめとけ、それはやめとけ。あれは放送事故やからやめとけ。あれはやめとけ。本当に視聴者何があった、ぼーちゃん何があった、めっちゃ気になるやん。ぼーちゃんは昨日救急車で運ばれかけました。なんでかというと、いきなりステーキでワイルドステーキを口の中で噛み切るのがめんどくさくなって、そのまま飲み込もうとしたら喉に詰まりました。言っちゃった、全部言っちゃったよ。一語一句隠さず言っちゃった今。怖かったわあれ。怖かったなあれ、うん、今日は柔らかいもん。
とうに3分過ぎてるけど大丈夫ね。30分に帰るわ。芝ルールまた帰った、うん、はあ、美味しい。今日こんなこと言ったらあかんけど、賞味期限少々切れてても普通肉でも、せやな、うん、ほんまやな、うん、もったいないの自己責任だよね。せやな、うん、僕1年賞味期限切れたチーズケーキ食べたことある、うん、どうなったの。この 6P のレアチーズケーキしてる、おうおう、あれな、冷蔵庫にずっと入れてた、奥にな封印されとって、おうおう、で新しいのずっと買っててんけど、おうおう、下の方にそれがあったんやろな、おう、そのまま食ったんや。なんかこれ痩せてんな思って、おう、あ、これステルスネスタゲかな思って、おうおうおう、内容量ちっちゃくなってるわって開けて食ったら、ちょっと固めになってんな、うんうんうん、食べてん、うん、もう普通にまあちょっと硬いレアチーズケーキやな、おうおうおう、普通に食うとってんけど、うん、パッて何かの表紙に何かグラム数減ったんかなと見たら、賞味期限がさ、うん、1年過ぎとってさ大変なことになった、うん、無事でした。無事やったんだ。やっぱ発酵食品やから、うん、少々痩せても芝も冷蔵庫入れとったら痩せるかもしれない。1年ぐらいそれな、ある意味痩せてミイラになってるということで、ごちそうさまでした。サクッと食べてサクッと帰る、いや、いいね。はみ出る海鮮丼結構ボリュームあったね。あったね、うん、うんうん、これはいいよ。ただ佐藤のご飯3つぐらい持ってこなあかん。いくらのためにね。そう、あのいくら丼あるやんか、こぼれるいくら、あれ佐藤のご飯3ついけるから、あれでなんで佐藤のご飯よ。お店のご飯頼みなさい。あ、そっちか。そんまやな。佐藤のご飯なんか持ってきたらできになるやろ。そうやろ。あ、店員さんすみません、これちょっとぬくめてもらえますか。帰れ言われんで。サクッと帰れ。うまいこと言うね。うまいこと言うね。ということで本日もありがとうございました。今日はデブにはなりません。なんで海鮮ですか。どこさヘキサエンさん、お、どこさヘキサおっさん、おっさんはちょっと出てきてるよね。何気に食べてここ汗かいてもな。おっさん出てるやん。おっさん出てるよな、うん。あ、怒った、いじけた。僕がおっさんやと思うか。うん、よし、じゃあちょっと勝負しよう。うん、これ勝負や。うん、反復横跳びどっちがうまいことできるか。まず先行僕でいい。おうほうほう、先行な。うん、いくよ。うん、何そのってゴリラみたいになってるやん。なんか手がおかしいから、手がだるんなってるやん。力入ってんかったで。わかった、じゃあ、うん、坊ちゃんの番や。見とけよ。うん、意外に動くな。意外に動くな。あ、疲れた。どうだ。くっそー、負けた。おっさん帰れ。1、2、3